演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はローソンの全粒粉入りノースラーメン芳香醤油ラーメンを食べたいと思います。全粒粉っていうことは食物繊維がたっぷり入ってるってことなのかな。通常のカップ麺に比べれば体の良さそうですね。だとしたら、まあ本当に入ってればの話ですけどね。中身は、はい、こんな感じです。普通のカップヌードルみたいな風にも見えなくもないですが、まずは食べられるようにしないといけませんね。ではお湯を注いで、はい、しばらくお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。フォローできましたね。いや、ちゃんと時間見とけって話ですけど、はい、こんな感じになってます。ではここに油を、それはないでしょうがよ。まあ全部外に出なかっただけでも幸いですけど、それでは、いただきます。この麺の状態から言うと確かにそうかもしれませんけど、それでも美味しいです。醤油の味もいいですね。醤油の風味が結構効いていて、ちょうどあの醤油の独特な味が口の中に広がってきましたね。スープとともに広がっていくので、スープとともに麺を吸うとちょうどいい感じに広がっていきます。麺はちょっと固めで、ちょっと早かったのかもしれませんけど、噛み応えがあって美味しかった。中の具材がもうちょっと下の方に沈んでしまっていたので、かき混ぜるのを怠ったのは実は失敗でしたね。まあこれは自分の失敗なんでああだこうだ言えませんが、ラーメンとして考えるととっても美味しかったので、ちょっと忘れてました、こちらの点数とさせていただきます。それでは、ショーの世にダンス踊るかな、舞踊れ、ショーの舞とか言いますけどね、あれ言いませんか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。